はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。前回と同じですね。メーカーは別なんですが、地ビールを、買ってきたんで、買ってきたやつですね。富士桜高原麦酒、ラオホ、というものです。アルコール度数が 5.5%。原材料が麦芽とホップ、非熱処理、と書いてあります。容量が 330ml。製造所が、富士桜高原麦酒。山梨県の会社です。瓶の底に酵母が沈殿します。短い賞味期限に、ご注意ください。と書いてあります。うん。賞味期限が11月の11日までですね。しかも、まあ、用冷蔵となっておりますんで。ちょっと色が黒いんかな。ラオホ。ラオホって聞いたことない。どんなビールでしょう。あ、やっぱ黒いですね。いわゆる、ちょっと黒ビール的な。ちょっと黒い。ちょっと黒いかな、うん。黒ビールとはいかない。琥珀ビールよりか若干黒いですね。そうじゃ、乾杯。え、なにこれ？え？ちょっと待った。しかもなんか、泡になんか、ゴミが浮いてる。え、なにこれ？ソーセージの味がする。このビール。は？これなに？ソーセージ、ウインナー。ウインナーソーセージ。ウインナーっていうか、ソーセージ。え、なんだこれ？富士桜高原ビール。富士桜高原地ビール。なんだこれ？初めて飲んだこの味。ラオホ。日本ではほとんど味わえない燻製ビールだって。すげえ。初めて飲んだ。ああ。これあれか、いわゆるペールエールとかみたいなラオホっていう、種類のビールなんや。燻製ビールだって。すっげえ。ドイツ、ハンベルグ特産のビールです。ラオホとは、燻製という意味です。燻製？これ、製じゃないな。燻煙か。燻煙？燻煙ですね。燻煙ビール。すっげえ。もう思いっきりあれやもん。すごい香りするもん。すごい香りっていうか、もう、ソーセージ。ソーセージの味がする。ソーセージ。ソーセージとか、燻製の、チーズ。スモークチーズの味がする。麦芽を乾燥させるときに、スモークしますので、独特の味と香りが楽しめます。ウイスキーならバーボン、焼酎なら芋焼酎、ビールならラオホ。と、いわゆる癖になるビールです。あ、これ、うめえな。賞味期限が、かなり短い。樽詰めより90日って書いてあります。3ヶ月しか持たないんで、ね。はぁ、3ヶ月しか持たないってことは、これもちなみに100円で買ったんですけど、なんでこれ100円で売ってたんだろう。賞味期限だって3ヶ月やから、8月ぐらいね。8、9、10。いやもんな。なんでこんな100円で売ってんだ。さっぱりわからない。あそこのスーパー何もんだ、ほんとに。今度、足しげく通わせていただく。マジで。普通にね、スーパードライとかも安いんですよ。普通スーパードライって大体普通のスーパーで買うと180円ところ190円ぐらいするじゃないですか。ね、普通の350円のやつ。そこのスーパーなぜか160円ぐらいで売ってるんですよね。
普通のとこよりか30円ぐらい安く普通に売ってるんですよ。だからなんか、いわゆる、なんなんだろう。業務用スーパー的な存在なんですかね。さっぱりわからないけど。なんなんだろう。ああ、これすげえ。これ初めて飲んだ。俺いろいろ飲んできたけど、こんなラオホなんてのビール飲んだことないもん。すごいなんか、ビールを飲みながら、同時になんか、なんだ、燻製の、なんかチーズとか食ってる、食いながら飲んでるような感じ。すごい。これすごいわ。マジで。初めて飲んだ。富士桜高原ビール。これどこのだ？富士桜高原ってことは。山梨県の会社やから、山梨はどこにある？え、山梨県ってこんなに東京に近かったの？東京のすぐ西じゃん。東京都のすぐ西だよ。こんなとこに山梨県あったんで知らなかった。山梨って四国の方かなと思ってた。あ、全然違うわ。チリ疎いからな。すっげえこれうめえ。これすごい。だってさ、ピルスナーだとかさ、ペールエールとかバイツェンとかシュワルツとかさ、そこら辺は飲んだことあるんだよ。ラオホなんて知らないもんね。初めて飲んだもん。すっげえ。だいたい売ってねえんだよ。ラオホなんて。どこにも売ってないんだよ。だってラオホでググると、これが出てくるもんね。この一番トップページに、トップに、この富士桜高原の、ビール出てくるもん。すごいな。ウィキペディア見ます。ラオホビア。いわゆる、ラオホビアっていうスタイルなんだね。ラオホではなく、ラオホビアです。独特な燻製のフレーバーを持つ、ビールのスタイルの一つ。ドイツのハンベルクのラオホビアが最も有名で、そこの中でもシュレンケルラが特に有名。覆いのない、火の上に麦芽を晒して乾燥させていた。麦芽を煙で、いぶすことで、麦芽は燻製の風味を持つ。その風味は、その麦酒を麦芽を使ったビールにも及ぶため、ラオホビアは燻製の風味を持つこととなる。昔は火の上で乾燥させる手法に加えて直射日光にさらして、大麦麦芽を乾燥させていた。間接的な熱を用いて、麦芽を乾燥させる、釜の途上は、工業化時代、を待たねばならなかったが、その手法自体は紀元前1世紀ぐらいから知られていた。またパンからビールを作る手法を含め、穀物からビールを作る様々な、手法があったが、燻製風味を持つビールは一般的でなかった。18世紀初めから麦芽の乾燥釜は次第に広がり、19世紀半ばに、極めて一般的な手法になる。麦芽を乾燥させる際にも煙を別のところから逃がす、釜の登場により、麦芽に燻製風味はつかなくなり、結果としてビールも燻製の風味はつかなくなった。結果、燻製風味を持つビールは次第に一般的でなくなり、ついにはビール醸造の世界から姿を消した。ということはどういうことだ？姿を消したって書いてあるけど、
姿消したはずなのに。また復活させたってことかな。スモークモルト。でも本当にあれやね。ラオホビールってほとんど作ってるところがないみたいですね。すげえな。ラオホビール、あ、売ってる売ってる。ドイツビールのね、シュレンケルラ、ラオホ、メルゼンっていう、ビールが容量が 500ml、アルコール度数 5.1%、原材料がバグワットホップ。タイプがラオホビア。で、値段が税込み648円となってます。これがいわゆる元祖っていう感じですか。一番メジャーな、さっきウィキペディアにあったけど、一番ポピュラーなのが、ラオホビアのシュレンケルラってやつが、だそうです。なんかすごい、あのパッケージが、なんか英語っていうか、まあ、英語なんだろうね。英語っていうかドイツ語？わからんけど。うん。なんかすげえ、古風な感じがするね。やみつき燻製ビール。ラオホという言葉はドイツ語で煙とか、これなんて読むんだっけ、いぶすといった意味ですが、そんなにふさわしく、これいぶすって読むのかな、なんて読むのか漢字読めねえんだけど。あ、いぶすで合ってるわ。いった意味ですが、そんなにふさわしく、地元フランケン地方のブナの木でスモークしたモルトを使用したビール。南ドイツは、バンベルクのみで醸造される。この燻製ビール。老舗、シュレンケルラ社が独自の製法で、ひときわ個性的な風味に仕上げています。スモーキーな香り、ローストした麦芽の甘みが特徴ですが、ホップの苦味は少なめなので、口当たりソフト。個性的な味なので、慣れない方には焦げ臭く感じるかもしれませんが、慣れてしまうと病みつきになること間違いなし。うん、苦味はね、そんなにない。あの、どっちかというと酸味の方が若干強いかなっていう感じです。まあ、飲みやすい。飲みやすいっていうか、その、うん。香り以外は飲みやすい。でも全然美味しいですよ。なんていうかな。味自体はほとんど普通のビールなんですけど、香りが、スモーク。いわゆるウインナーとか、の香りっていうか、食べた時の鼻に上がってくるその香り。まあ、いわゆる燻製香というんですかね。これうまい。これうまい。これぜひ飲んでもらいたいです。これすっげえ。で、このシュレンケルラが1、2、3、4、5種類全部であるみたいですね。いわゆるシュレンケルラ社の、燻製ビールが、全部で5種類あるみたいです。へぇー。これ飲んでみたいっすね。ふん。まあ、ちょっと値段は高いけど、まあ。これすごいな。今の今までいろいろ酒飲んできたけど、ビールも飲んできたけどさ、一回も飲んだことなかったからね。これは、ラオホ。ラオホビアは一回も飲んだことないんで、あれでも売ってますね。アマゾンでも売られてます、こちら。こちらが4本で、1900円。1本あたり475円。あ、でも送料がかかるね。でも本当にこれ100円で売ってたんだよ。
マジで。これ100円で売ってたのすごいな。なんであれ、あそこのスーパーこんなうまいやつ。てか、地ビール100円で売ってんだ。これすっげえな。これはもう、あれやね。マジで飲んで、飲んだ方がいいぞ。ビールのスタイルとしても飲んだ方がいい。ビアスタイルで未だに飲んだことないビアスタイルがあるっていうのがすごい。俺が今の今まで飲んだことなかったそのビアスタイルっていうのがあることが驚きで、これはおすすめですね。コクは、あれですけど、甘み、うん。甘み。割と飲みやすいんで、別に普通ですね。苦くもないし。これはぜひ飲んでもらいたいですね。東京にいる人だったら割とメジャーなんじゃない？近いし。3345です。久々に出ました。カイド5。5つ星です。ご視聴ありがとうございました。